おお、すごいな。めっちゃおる、めっちゃおる。すごいな。めっちゃ半音立ってるやん。やばいな。めっちゃいる。やばいやばい。いいね、いいね。釣りに行くか。ということで、今、名古屋港にこの城釣りに来ています。ただ今日は、あれですね、iPhone を固定する道具を忘れてきたので、多分動画はこれで終わりになります。すいません。で、一応今回はこのダイソーのマイクロジグですね。この 3g のやつを使ってこの城を釣っていきたいと思います。とりあえず今日なんかめちゃくちゃ活性が高いのか、もうちょっと始終入れ食いの状況だったんで、とりあえず傷ついちゃった2匹以外はリリースしたので、この2匹だけ持って帰りたいと思います。はーい、今日の釣果です。今日の釣果はこの白を2匹持って帰ってきました。で、ダイソーのジグで釣っていたんですけども、今日結構活性が高かったみたいで、まあ、投げれば投げるだけバンバン釣れるような状況だったんですけど、とりあえず体が傷が入っちゃった2匹だけ持って帰ってくることにしました。で、こっちの上のこの城に関しては本当にサイズがでかくて、まあ、美味しそうな感じになります。じゃあこれをなんだ、この城の筋目にしていきたいと思います。はい、じゃあこの城の鱗を取ったんで、頭と内臓を出していきます。で、最近のこの城なんですけども、うちょっと泥とかも結構食べちゃってるんで、ちょっともったいないですけど、大きめに腹多分裂いて泥が身に当たらないようにしてもらうと美味しく食べられるかなと思います。これは泥が入ってなかったので多分いい感じだと思います。で、この城も30センチ近いようなサイズが釣れてくるんですけど、まあ、そのぐらいのサイズになると、この身がめちゃくちゃ分厚いので、多分脂も乗ってめっちゃ美味しいかなと思います。で、結構卵持ってる個体多いんですけど、卵自体も結構成長してきたんで、まあ、ぼちぼちも産卵なのかなって感じですね。はい、じゃあ内臓を出したら3枚に下ろして腹骨をすいていきます。で、この塩ってすごい骨の多い魚なんですけど、まあ、基本的に酢で締めていくので、大きい骨だけそぎ落としておけば、まあ、あとは酢で柔らかくなるかなっていう感じです。じゃあ、あとこれを塩漬けして、その後酢につけていきます。じゃあ、塩を適時、すり込んで2時間ほど寝かせていきます。で、まあ、寝かせる時間は本当好みによるっていうところなので、まあ、お好みの時間寝かせてもらえばいいのかなと思います。2時間経ったこの城になります。まあ、結構ええ感じで使ってて、汁もいっぱい出てる感じです。じゃあこれを酢水で洗いつつ漬け込んでいきたいと思います。と、じゃあ漬け込んでいく調味料ですけど、まずはみりんを大さじ2、で、酢を大さじ2、で、塩を少々入れて混ぜ合わせていきます。で、合わせて、昆布がちょっとあったので、この昆布も入れていきたいと思います。もう一緒に漬け込んで、はい、この状態で一晩置いていきます。
それじゃあ、1日置いた、この城になります。だいぶあれですね、すでに閉まって、身がだいぶ硬くなったのと、あと結構この辺に小骨が入ってて指に当たる感じだったんですけど、もうそれが多分溶けてるのかほとんど気にならないような感じになります。じゃあこれを、細切りにして切り分けていきたいと思います。で、包丁で切るとやっぱ若干骨に当たってるのかシャリシャリ言うんで、あれですね、まあ、こんな感じで何ミリですかね、2ミリぐらいですかね、 2,3 ミリぐらいの細切りにしてもらうといい感じだと思います。はい、それじゃあ、切り分けたこの白を食べていきたいと思います。いただきます。で、この城あのサイズがちっちゃい方と、アホみたいにでかい方の2種類あるんですけど、こっちがめっちゃでかかった方のこの城ですね。ちょっと食べてみたいと思います。で、酢もいい感じに効いてて、あのこの城自体の味もちゃんとして結構うまいですね。で、骨自体はほぼほぼ全然気にならないような感じで、若干皮が、まあ、あの口で残るかなっていうぐらいで、まあ、結構美味しいですね。じゃあ次はこっちのちっちゃい方ですね。ちっちゃい方を食べていきたいと思います。あれですね、あのちっちゃい方が美味しいですね。あの正直あのでかい方が脂乗ってるのかなと思ったんですけど、まあ多分個体差もあると思うんですけど、ちっちゃい方が、まあ、脂っていうかなんか旨味が結構強くて、美味しいですね。でやっぱちっちゃいだけあって、あの皮自体もそんなにあの口に残らないので非常に食べやすいような感じです。まああのちっちゃかろうが大きかろうが、1日酢で締めただけで、あの普通に美味しくなるので簡単なので、ぜひやってみてください。じゃあこのまま残りも食べていきます。